パリ五輪第3日柔道、2024年7月28日、シャンドマルスアリーナ、女子52キロ級の阿部歌タ、24、パーク24、が28日、2回戦で世界ランキング1位のディオラケルディオロは、26イコールウズベキスタン、2、3分4秒、谷落としでまさかの一本負け。2度目の五輪は2回戦敗退でメダルなしに終わった。写真 まさか、2回戦敗退に信じられないといった表情を見せる阿部歌初戦で長野出身のカナダ代表、出口ケリーを開始57秒、完璧な大外刈り一本で下した歌だったが、2回戦でまさかの結末が待っていた。史上初の兄弟同日五輪連覇の期待を背に乗り込んだパリ。兄の一二三が大会初戦となる2回戦を控えている中で世界1位に屈した。 開始2分過ぎに内股で技ありを奪い有利に試合を進めていたが3分4秒に谷落としを浴びまさかの一本負けその瞬間畳に突っ伏し号泣畳を降りても会場に響き渡るほど泣き叫ぶ歌に会場から歌コールが送られたなかなか心が休まる時間がなく手術もし結構突っ走ってきたと東京五輪後は駆け足の3年間だった 21年秋に両肩を相次いで手術通常の4年サイクルなら翌年は休養に充てることができたがパリで2連覇を達成するため22年の世界選手権出場は必須と判断そのためにわずか2週間の稽古だけで同年4月の選抜体重別選手権に出場1回戦を勝ち危険したが満足に金量も戻せていない中での1勝は周囲を驚かせた 昨週には腰痛を発症。10月に予定していた国際大会出場を取りやめた。年明け以降に2大会を挟めばシード獲得は確実だったが、シードに入るよりも自分のコンディション面を優先したと自嘲。どこに入ってもいいかなと思っている。結局は全部勝たないと金メダルはないのでと語っていた。そしてノーシードで挑んだ2度目の五輪。死の突っ走っ走てきた 3年間の集大成は無念の結末を迎えた。